皆さんこんにちは、刺繍作家の堀内ゆきです。今日はこちらの小さな鳥さんを刺繍していきたいと思います。今日の動画では刺繍している時に起こるちょっとしたトラブルの対処法だったりとか、あとは私のお気に入りの道具の紹介をしています。動画の最後には今日使用した糸や道具をすべてまとめていますので、もしよろしければ最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それではこの青い鳥をこっちにも刺繍していきたいと思います。まずは刺繍枠を布につけていきます。この刺繍枠ちょっと変わってるんですけど、金具がね後ろについてるタイプです。ではこの色使って刺繍します。どこから刺すかっていうのは全然どこからでもいいと思うんですけど、私はなぜか鳥さんを刺繍するときは頭から刺繍しています。こんな感じです。ちょっと背中の方に濃い色を入れていきます。こんな感じでお尻から背中の部分にかけてもちょっと濃い色を入れてみました。では一旦この色を終わります。このハサミずっともう10年以上使ってるんですけど、みすずさんの糸切りハサミ、ね、また顔周りから始めます。はい、今これで顔の部分が出来上がりました。ちょっとグラデーションになってます。そして次はさっき刺した背中のところもグラデーションにしていきます。これで今尻尾まで色が入りました。もう背中をまず仕上げちゃいたいと思います。だんだんグラデーションになってるのが動画だとわかるかな。なんか DMC さんの糸って色がすごい鮮やかなのが多分特徴だと思うんですけど、私も結構作品鮮やかな色を使いたいことが多いので、すごいよく使わせてもらっていて、グラデーションの糸とかも綺麗な色多いですよね。結構ラメの糸も DMC さん使ってて、なんか何でしたっけ、あの25番の売り場に置いてるメタリックの糸、あれを結構使うことが多いんですけど、ちょっとおしゃべりしてたら分かんなくなって、あとじゃあ羽のところやっていきます。たまにこうなってしまうことありますよね。裏でこんがらがった時はちょっと一回こうやってほどいて、でまた綺麗にやり直してます。ここから羽です。それで DMC さんのラメの糸の話、
あのディアマントっていう糸あるの知ってますか？なんか普通の刺繍糸ってこう長細い状態のあるじゃないですか。そうじゃなくてなんか糸巻きの状態になって売ってるんですけど、なんかあれ結構絡まりにくくて好きです。あの普通の25番の売り場に置いてあるラメの糸、名前何でしたっけあれ、なんだっけメタリックのあの糸すごい好きなんですけど、でもちょっと絡まりが起きそうで大変だなっていう時はディアマントの方を使うことが多くて、今ここにティアラがあるんですけど、これディアマントです。でこの動物の目のキラキラしてるのはあれです、その名前が出てこないやつ、何でしたっけ、ちょっと思い出せないな。今この鳥の羽ひらひらしてるとこ終わりました。ちょっとこの内側の羽を刺繍します。はい、今右の羽同じように左も作っていきます。なんかたまにご質問いただくんですが、なんか立体的に見せるにはどうしたらいいですかっていうご質問を、なんかこの前のストーリーズのちょっとした質問コーナーを設けた時にもいただいたんですけど、私はなんか刺繍してる時にあまり立体的に見せようと思っては刺繍していなくて、多分グラデーションを綺麗に見せたいなと思っていつもやってるんですが、それが結果的に立体的に見せて見えているのかなって思って、だから多分グラデーションを作ることを気にかけると立体的に見えてくるんじゃないかなって、そのご質問をいただいた時にちょっと思いました。また羽のひらひらの部分を刺繍していきます。この濃い色の羽のひらひらを右の方の羽にもしていきます。だんだん見えてきましたね、完成形が完成形が見えてくるとワクワクします。25番の糸を2本取りでやっています。羽の部分をグラデーションどんどん作っていきます。もう少しで完成しますので、あとでちょっと調整したいところもありますが、とりあえず右の羽が全部埋まりました。そして次は左の羽に行きます。この後ちょっと薄い色に一回戻ります。裏側ってあんまお見せすることないのでちょっと恥ずかしいです。
こうちょっとね入らない時があるんですよ、針が。こういう時は無理して入れない方がいいなと私は思っていて、ちょっとだけずらしたところで入るところを探して刺してます、ね、なんかわかんないですけど、無理して入れるとなんかこうどこかに負担がかかるんじゃないかなって思って、生地とかすでに刺してある部分とかになんか負荷がかかってしまうんじゃないかなと思って、なんかこういう生地がシワよれたりする原因になるかなって思っています。それでは左の羽を最後まで仕上げていきたいと思います。青い部分はこれで出来上がりです。あとちょっとここの尻尾とお腹の下のところにちょっと白入れると可愛いかなと思うので、ここにちょっと白入れてみます。今これ白い糸です。真っ白すぎない色にしてます。はい、そしてここにちょっとだけ、本当に少しだけ白を足します。はい、ちょっとお腹入れてみました。お腹、白いお腹かわいいです。はい、それではもう最後にくちばしとあと足を入れていきます。では足からいきますね。見えますかね、近づけて見えるんですかね。こんな感じです。反対側にも足を、こんな感じです。で次はくちばしにします。たまにあるんですが、こういう刺し始めの糸がちょっとちゃんと引っ張り切れてなかった時とかあります。こういう時はもう私はですけど放っておくか、結べるようだったらここでもう一回ギューッと結んだりします。私はこの程度だったらもうだったらってだったら放っておくことが多いですけど、はい、今結び直しました。でこれは今ブーケを加えてるっていう構図にしたいので、ちょっと、ブーケの上から刺繍します。あ、ブーケじゃない、間違えました、ベールだおかしいですね、ブーケじゃない、ブーケはこっちですベールです。ちょっと難しいですね、こんなの初めてやるんで、ちょっとうまくできるかな。うん、できました。見えるかな。それでは最後に刺し終わりの始末をして、完成しました。鳥さんです。はい、それでは今日使った道具や糸をまとめていきたいと思います。まず刺繍枠なんですけれども、こちらです。動画にも紹介していたんですが、金具が後ろ側についているタイプの刺繍枠です。こちらを購入したのはもう8年ぐらい前で、普通の手芸屋さんで購入したんですけれども、ちょっとメーカーが書いてなくて、ちょっとどこのメーカーか今私にはわからないんですが、もしかしたら手芸店に置いてるかもしれないので、気になる方はよかったら見てみてください。
ちら金具が後ろについていることによって、あの枠をつけてあのネジを締めるときに刺繍を傷つけにくいという刺繍枠となっています。はい、そして次は刺繍針なんですけれども、私は DMC さんの刺繍針を使用しています。見えますかね。針の細さは5番から10番のものを使用しています。その中でも私は一番細い針を使用しているんですけれども、私の刺繍のモチーフって結構小さいものが多いので、小さいもの刺繍するときは細い針の方がおすすめです。はい、そして、鳥さんの刺繍糸なんですけれども、今日使ったのはブルーが3色です。一番濃い色が、156番、次に濃い色が341番、そして、一番明るい色が26番の色番号となっています。そして、くちばしと足の部分なんですが、こちらのくすんだオレンジを使用しました。こちらは21番の色番号です。そして、最後に動画の中で話していたラメの糸の話なんですけれども、はい、こちらがディアマントとライトエフェクトという DMC さんのラメの糸です。こっちがね、糸巻きになってて、ここに見えるかな、ディアマントっていう風に書いてあります。そしてこっちのライトエフェクトの方は普通の25番の糸と同じ形状なんですけれども、これとこれってちょっと質感が違うなと私は刺繍していて感じてて、ディアマントの方がちょっとつるっとした素材で、このライトエフェクトの方がちょっと、ザラッとしたような質感かなと私は感じてて、使い分けをしています。はい、それでは、今日の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ YouTube のチャンネル登録というのがあって、そちら登録していただけるととっても嬉しく思います。それではまた動画でお会いできるのを楽しみにしています。またです。さようなら。